はい、どうもタンタンです。本日はこちらマハロのですねバリトンサイズが、入荷いたしました。型番は MM ですね。マハロマスターシリーズの MM4 という型番になります。はい、こんな感じですね。はい、使用している材なんですが、トップはシダー、杉の木ですね。そしてサイドバック、ネックの方はマホガニを使用した、なんとオール単板の楽器でございます。はい、少し弾いてもですね、やっぱりこの単板楽器らしい、繊細な響きですね。それとあとはマホガニー、そしてトップがシダーということで、音のこのボリューム迫力なんかっていうのもね、伝わるかなと思います。はい、ということでですね、現在、3弦と4弦が巻き弦ですね。1弦2弦は、ナイロン弦貼られておりますけれども、やっぱりこの、そうですね、このバリトンサイズということだけありまして、指板のサイズ、ネックのスケールですねが広くなっていて、チューニングもですね、ウクレレの GCEA ではなくて、DGDE と2音半低い、いわゆるギターと同じようなですね、チューニングとなっております。やっぱりあのウクレレアンサンブルやるときもですね、このバリトン1本あるだけでかなり雰囲気も違いますし、ギターからの持ち替えの方にもですね、この演奏性、操作性とあと音色の感じも違和感なく、ウクレレの世界にですね入ってこれるかなと思います。それでいてオール単板というですね、スペックも申し分のない1本です。はい、というわけで本日はマハロの MM4 バリトンサイズ、トップシダーサイドバック、他にオール単板のモデルをご紹介いたしました。気になっている方はお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。